んにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しております橋本歯科橋本です。麻酔をしない、歯を抜かない歯科治療を行っております。先日相談に見えた患者さんですが、レントゲンを取った結果、歯が真っ二つに割れています。ですから抜かなくてはいけませんと言われた患者さんが相談に見えました。そして早めに抜いた方が周りの歯に影響を与えることが少ないので、早めに抜いてインプラントを入れましょうと言われたそうです。実際レントゲンを取らせていただき、診察させていただくと真っ二つに割れていないことが分かりました。上の部分が少し欠けているだけで根っこの状態にはなっていますが、それを抜く必要があるのでしょうか。患者さんに症状を今聞きますと、特に痛みはないということです。ただ抜くと言われ、そのまま放置しておくと大変なことになってしまう。インプラントを入れるときにでも骨がなくなってしまうので、そのために処置をしなくてはいけないと言われ心配になっているということです。どうしてそのようなことが起こるのでしょうか。人間の自然の歯を置いておくとどうなるかということが一番大切なところです。しっかり診断をしてもらい、自分の目で確かめ、割れているということを確かめて、それからどのような方法があるのか、体にとって何がいいのか悪いのか、それをしっかりと説明を受けることが必要だと思います。患者さんは歯のお医者さんと思って歯科医院に行くと思います。でもどうでしょうか。実際は抜かれ、人工物を入れられ、それが取れ、抜かれ、入れ歯へと辿っていく経過ではないでしょうか。街の中を見渡しても、目がない方、耳がない方、見ますでしょうか。しかし歯がない方、人工物を入れている方、無数に見ることがあると思います。なぜでしょうか。人間生まれ持ったものの中で一番失う確率が多いものはここの歯だということです。寿命が尽きて抜かれる歯もありませんし、老化だからということで抜かれる歯はないわけです。抜かれる原因は虫歯が広くなった、歯周病が広くなったということで抜かれ、人工物を入れることを勧められると思います。つまり人間の体を診察している、治療しているここの部分が歯科医師が携わっていることが大きな問題ではないでしょうか。つまり歯科医師は医師ではないということを患者さんも認識してください。そして自分の歯の健康のためにどこまで説明してくれるか、本当のことを言ってくれるかということだと思います。皆さんは歯医者さんに心配になっていくわけです。歯を残そうと思って、治療しようしてもらおうと思って、でも歯科医師の医療官は物を入れることなんですね。穴を塞ぐことなんです。患者さんもその目的で穴が開いたから虫歯治療と思って詰めてもらう、入れ歯を入れる、それは治療ではないということです。と思われるでしょう。私もそう思いました。なぜか、もし詰めるもの、かぶせるもの、入れ歯、そして
歯列矯正もそうですけども、それがもし治療行為、医療行為だとしたら、こちらの医師、内科の医師、眼科の医師が行っていいわけです。しかし法律上はそれをやってはいけないんですね。その事実を患者さんが皆さん知らないわけです。まして歯科医師、私も数年前までは全く知りませんでした。詰めることが治療、抜くことが治療、物を入れることが治療、入れ歯治療と思っていたわけです。インプラント治療もそうです。そこの違いをしっかりと、すべてこれらは治療ではないということです。だから皆さん心配になり、相談に見える方が多いわけです。